はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約の、これですね、地元住民の木材の1と2をね、また一緒にやっていこうと思います。自治体からここの住民のために薪を提供してほしいと頼まれた。しかし彼らは町から遠く離れたところに住んでいて、製材所からも遠い。悪いが手を貸してくれないか。報酬もしっかり用意させてもらうということで、1軒目2軒目にそれぞれ板材とか丸太を運ぶと、こっちも一緒ですね。ここにも2軒、両方の海岸線の間の一番遠い島にある、前回と同様木材を運搬してくれ、例ならしっかりさせてもらうということで、とりあえずこのまままずはオールバニー側の方に落とさずに固定されてるのは長い丸太だけです。落ちるかな、落ちたらどうしようあんまり考えてない、引きずっていきますそんなに傾かなければ大丈夫かな、来るかな、あとはすぐ行った方がいい、左から行った方が平らっぽいんだけど、こっちから行きますか。あーっとちょっと傾く、なんか揺れたな、マルタガンでめんどくさいんですよね、結構ね、あの分量が多いなんで、まあ、長いマルタ以外はもう煽り付きのトレーラーでも行っちゃおうかなと思うんですけど、同じルートになるしね、やっぱり。とりあえずまずは走路に出たい。大丈夫、ここ煽れないよ、運転はしないと思うけど、水が落ちることはある、引っかかる、大丈夫か、ギリ、ここを通って登っていく。スタンスターは全然そこそこ馬力はやっぱりありますね。ちょっとここが難しい。もう、そこでしょ、そう。とりあえずオールバニー側にこんだけ運んでいきたい、うん、よし。はい、乗ってますね。で、3軒目がここ。4軒目がここでしょ。で、1軒目がここだったかな。で、2軒目がここなんですよ。なんで、とりあえずここまで行って、ここか。まで行って、1個ずつは置いとこうかな。で、3軒目、4軒目先行こうかなと思います。3軒目を置いて、あ、これ、あれか。あれ、出てるな。一個ずつやらないかんかなと思ったんだけど、両方いけますね、一気に。あんな大丈夫か。一気にみんな3軒目、4軒目行っちゃいましょう。とりあえず、板材を運んでしまいます。うん、よし。とりあえず、ここまで来て、一個ずつ落としておきます。それでだいぶ、ちょっと上の長い丸太落ちそうになってたので、これは置いて、道路に捨てていく。で、クレーン戻し、ここでしょう。半減目、とりあえずここ渡って、ここ。戻ってこっちか。この辺通れたらいいけどね。ここをまだ通ってないんですよね。あ、黒いまんまだ。行ってみようか。ここ？こっちか。右ですね。あ、割とあっさり飛べちゃった。ちょっと待って、
ディフェンか。よし。ここに、丸太の、じゃあ板材の長い方ですね。一応納品用の丸太納品用の車を置いときました。長いね、はい。順番にやらなくていいんだったら、割と楽ですね。一個一個こなしていけばいいだけなんで。で、次が4軒目に来た。に、丸太の宙ね。荷物はだいぶ減ったので、どう行くんだったっけ？ここか。この辺はさすがに渡れないよね。よいしょ。ちょっと深さ。なんで、通っていけるかな。この辺渡れるところがあるから、そこまでは行けたらいいんだけど。大丈夫か。よいしょ。行けそうかな。この辺ね。落ちてるぞ。なんか落ちてないぞ。え？消えた。なんかあった今。幻が見えた気がした。この辺は浅いし、普通に行けそう。で、こっから渡ったらいい？渡って、お、こう行けそうだね。初めて渡るけど別にそんなに大したことはない感じ。ここまでいいか。ハイギアでも行けそうな感じ。こっちですね。で右行って、のヒントまあ、近いんだな。あれ納品場所はそこ向こう側にある。まあ通れるか。なんて書いてある？ホーム、ホーセールって書いてあるけど、あれ？いるんちゃうの？マッキーが。売り出してんの？え、空き家、あ、違う、こっちの家か。ああ、そっかそっか。そう、違う、さすがに。はい。これで、OK。はい。太宰は行けました。なら、また戻って、ここ戻って、続きで行ったらよかったんかな。ここがちょっとね、結局、ぐるっと回っていかないといけないでしょ。戻っても一緒ぐらいか。じゃ戻って、太宰をもうやってしまいましょうか。そして。よし、次は地元住民の木材1の方ですね。残り2つね。とりあえず木材から板材から運んでいきます。おお、川渡らないといけないんだっけ。懸命。これ幅結構ギリギリ大丈夫。大丈夫ですね。どこから降りるんだったっけ。ここでしょ。この辺も渡れるんちゃうんかな。まあでもちょっと通り抜けにくいな、この辺。ここうっすら通れそうだけど、普通に道で行くとしたら、おうか、ここまで行かなあかんの。ここら辺行ってみたいな。アレンジしてみる。この辺は抜けられそうだし、ここが、いや、でもなんかちょっと岩場があるしな。ここか。ここ、こう行けるんじゃない？思ったら。ちょっと行ってみよう。もうだって、すぐそこでしょ？目の前でしょ？
ける？え、ちょっと待って、え、どこ渡れんの？え？幅狭いな。幅狭いな、じゃないよ。どこだ？あ、そっちか。あ、そこだったらいけるか。右、こっちじゃないよね。ここを降りて、1軒目が丸太じゃないわ。板材の中でしょ。ちょっと AWD だけつけて、これ降りれる？ここ。思ったけど。大丈夫かな。これを、こんなトレーラーってさ、降りていく人いないと思うんだけど普通よし、よしよしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、こういう時は、ちゃんとその保険を使おうと思ったけど、保険のウィンチが引っかかる場所はない。これは無理でしょう、さすがに。見た、ちょっとゆっくり行こう。これで危ない倒れる。まあトレーラーがあるからね、その重さで多少与えてくれる待てよ待てよ待てよ、はい、深いね、深い。ちょっとこっち側でも深いからあんまり支えられない感じするな。近くにこう、よし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 、どっちみちそのずれた木材を直さないといけない。杖つきながらこう歩いてる感じ、うん、そう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 。これでこの倒木はちょっとまたぐのは難しそうなんで、そこを渡れたらいいんだもんね。ちょっと右から行くか。ちょっと陸地があるから、よし。でこの木は右から越える。杖はついていくけど引っかかった。いける？ん？何かが引っかかっている。何が引っかかった？え？杖が引っかかってる？これはウィンチ引っかかるんじゃない？うん、何かが引っかかってる。全然進まないね。杖かな。杖だった。ちょっと前についておこうか。これぐらいにしておいて、え、進めないんだけど。この木、なんかおか、ちょっと待って、状況が分からへんどうなったんだよ。よし、いや、いけたいけ。その木があんま頼りにならなかったんだけど、そこを渡って行きたいんだけど、岩を右から行くか左から行くか。安全に行くには左。ちょい行って、ウィンチでつなぎながら、パワーを超えていくか。もうちょい行かないと届かない。まあ、行けるか。うん。杖ついてるから、安全に倒れることはないと思うんだけど。よし。行けます。あ、そんな深くないね。めんど、ちょっと待ってよ。めんどくさいルートが多いんで、ちょっとでもショートカットしないとやってられないんですよ。これは家がここにあって、もうちょっと奥なのかな。抜けられるかな。力いったら抜けられそう。お、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 大丈夫？車。よし。気は抜ける。もう、柵は壊れるでしょ？よし。ちょっとバックして。そこが目的地ね。うん。届けられそう。よし。
ってる。ちょっと待って、はい、ちょっと引っ張る。大丈夫かな。え、引っかかるな、これ。引っかかるな。白が、あ、でも抜けてるんだけどね。あ、違うわ。もっと後ろに太い木があったわ。これに、擦ってる。一回まっすぐ抜けないと、ダメか。両方引っかかるから。クレーンは、いいとしよう。変なとこ抜けちゃったな。ここギリギリをかわしていきたいんだけど、よっ、これぐらい。はい。んで前に引っ張る、こっちに引っ張る、抜けてしまったな。ここで苦戦するとは。後ろが一回爆笑かも。の方が速そう。で、この小屋の右から回っていく。なんでそんな。こっちから回っていく。ならいける。木は2材引っかかるけど、どっちみち後で積み直すから。削っていこう。うん、違うな。何が引っかかってるかな。今度は太い木はかわしてるから、もう大丈夫だよね。引っかかって板材だけ引っかかってる感じ。あ、そうでしたね。うん、で、ここに行きたいけど行けない。ちょっと待って、さらに試練があるぞ。ここからどうやって行くんだ。そっちも抜けられんのか。ここよし、もう強引に曲がっていくか。裏口から侵入するの失敗した。いける強引よし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 、いけたいけた、うん、裏口ね、はい、ここが、あ、いけて、こっちが中ですね。一回ちょっと荷物を積み直して、納品しちゃいましょう。よし。で、次は2軒目でしょ。2軒目は、ここだったっけ？ここ？あ、ちゃう、こっちか。こっちは、この辺渡れんのかな？あ、結局ここってすごいめんどくさいんだね。ここ通る。ここら辺通れるんだったら抜けたいね。ただ道が全然切るかな、まあ、チラッと見て無理そうだったらまあ戻っていきますけど、戻っていたらまあ普通に運べるとは思うんですけど、うん、よし、ここ、そっちでしょ。とりあえず起点したけどこれは倒せる。ああ、でも渡れそう。ああ、ダイヤがやられた。幅はそんなにないから、エンジンさえ行かれなければ大丈夫。ちょっとな、その前に何か引っかかってる。この木がダメ。どこに引っかかってんの。ちょっと外側にせます。で、これで、パックない。でもここ結構結構深いよね。これ罠な気がするんだけど
ちょっと待って、ウィンチは、倒れるか。結構深い。一瞬だけど。一気に行くよ。危ない危ない危ない。あ、おーおー、引っ張って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 、あっぶね。ちょっと待って、登れ登れ登れ。デフロック使わない。デフロックつけるの忘れて。危ない。危なかったね。深いのはやっぱ、あってたら。一応通れた。ちょっとヒヤッとしました。幅が狭かったので、またそれです。助かった感じ。もう飛んでこけたら意味ないんで。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここでしょ。すぐ道でしょ。そこが道路だね。ガードレールはある。なんか柵がある。けど、あ、そこはもうないな。ここは間通り抜けさせてる。よし。これで、出ました。使用書とか。てか、でも同じ場所に、今度丸太運ぶんですよね。それは、ええか。ね。同じルート取ってもあれやしな。それは丸太はまあ普通に運ぶか。先に、丸太を普通に運んでしまえばよかったね。こっち？こっちじゃない。もうちょっと先。で、2回目で変わったルートを通るっていう流れの方が動画的には良かったかなと思います。あんまり、このこと考えてなかった。入れ替えるか、無理やり。先に丸太を、いかにも先に丸太を運んだみたいな編集にする。無理やな、それの表示が残っちゃってるもん。今日は、丸太は普通に運んじゃいます。よし、これで板材は運びました。はい、で、あとは丸太ね。ちょっと避けときますか。どっちから来るのか。こっちから来るのかもしれない。よし、で、あとは丸太ですね。とりあえず長い丸太1セットと、丸太の短いを、5セットかな、全部で。はい。あと丸太の中を1セット。一応こんな感じで入れてあります。とりあえず運んでいくか。これね。これが一番たくさん運びたいとき、丸太を。オーソドックスじゃない？あんまりやってこなかったですね。こっちで合ってる？ちょっと待って。こっちか。こっちでいいのかな。最初が3でしょ。3、4、2で行きましょうか。で、長い丸太は、1だったと思うんで、ここ。これだけちょっとまあ別ルートになるんで、車も開けておきました。とりあえず行こう。平和ですね。何も起こらない。ただただガソリンを消費する。そっちだったっけ？ここですね。もうついちゃいましたね。これで丸太の中を入れてしまえば、あとは、短いを押せると。ただガソリンはやっぱり、すごい消費する。これで、入れちゃおうか。ちょっと、車体を追っておかないと。届かなさそう。よいしょ。これで届く？これでいけるかな？よし。ちょっと入れて、物納品しちゃいますよ。じゃあ次は、4軒目の方ですね。川沿い、行けたよね。そっち
ちから行っちゃうと。後ろも連れて行きたいんだけど。行ける？無理か。ちょっと無茶かもしれない。これは普通の道取っていた方がいいかな。行けるところまでは行く。危なくなったら、まあ、1台ずつ進めばいいですし。よし。ネタが転ぶと、ちょっと厄介になるね。操作するのはこっちだ。ここは危ないでしょ。絶対あの岩の上通るもん。これだけ行って、あ、渡るとこまで行ったらもう、そうだ。ちょっと一台ずつ進んで、ここは行けた気がする。その水の中通って、意外と渡れたりするかな。距離遠くないからもう一台ずつ行っちゃうか。この先だったよね。フォーセールの、もうちょっとで3セットでしょ。こんだけなんですかね。だいぶあると思うんですけどね。丸太短いとはいえ3セットなんだ。1年分どころじゃないと思う。で、また積み込みしないといけない。じゃあちょっと所定の位置で。そしてクレーンがね動きにくい。これでいけるでしょ。これで、2の方は終わりましたね。良い仕事っぷりだ。今後もその調子で頼むよと。お報酬すごいね。2万円ももらってる。すごいな。で、ちょっとトラックどけて、次は、ここでしょう。だからもうこの辺通っていくしかないね。こっちから出たらいいか。これを連れていかないといけない。納品を。ちょっとガソリンが微妙になってきたから、際どいな。どうしようかな。ちょっとなくなったらなくなったで、ね。車1台、もう1台呼ぶハミになりますね。やっぱりね、途中で燃料切れちゃったので、1台4で簡単にしてもらいました。もうちょっとかな、目的地。この坂越えたところ。ついてきてくれてるね。そこですね。車が止まってる。これで丸太の短い2セットは終わる。それ予備で1本入れてきたんですけど。なんか消えたりするからね、多分。サービスしときましょう。そうですね。まあ、割と地味。お仕事になってしまった。でまたじゃあちょっと積み直すか。よし、これで2軒目は終わりと。であとはそしたらじゃないわ、これか。よし、であとはこれを1軒目の家まで運ぶ。でも、どうなんだろうね。普通に、キャンプすか。運べちゃいそうだけど。さすがに、この、長い丸太を積んで川を渡ったりはね、厳しい。多いな、でもすごい。そうなんですよね。変くちゃくちゃ行くよりは、もう上から回っていった方が早いと思うんで。上から行きましょう。
ちょっと暴れ出した。すごいこと。危ね。普通に油断してたな。危なかった。まあ大丈夫です。こういうのちょっと怖いんちゃう？こういうのちょっと怖いんちゃう？待って。丸太はさ、普通にこんなあれか、オンロードの道を運ぶときの方が危なかったりする。ここまで全然普通に ね運べてた。普通に暴れ出すな。1軒目の家がもう見えてるけど、あそこなんですよね。この奥か。さっきはこの辺、ちょっと待って、また暴れですから。その辺の川渡ったんだけど、まあ一応普通に行ってみようか、順番逆な気がしますけど。こっちから、あと一応道があるんですよ。てないようなもんなんですけど、どの辺だっけ、結構行くんだよね。だいぶ回り道ですよね。そこまでこう行ってここまでか、で渡ってこうなんですよね。すっごいね、ショートカットしたくてしたくて仕方がないね感じで、すごいうずうずはしてるんだけど、一応普通の道で行ってます。ここは探索の時に通ったのかな、ではないけど、深海でカップ開いてる時に通った。ちょっと手振りつけて、普通の道なんですね。だいぶ回り道になっちゃいますけど、ここだけちょっとなんか違うんです、ルートがね。続きで行けない。よし、もうそこまでたどり着けた。道は普通の道でした。中に丸太納品します。よくやってくれた。おそらくこれで1年間はどうにか1年分の薪だった。結構な作業量でした。はい、そしたらね、まあ今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていこうと思いますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。